東京メトロでは、新型コロナウイルス感染予防対策として、駅構内の消毒、駅や車両の混雑状況の発信など、様々な取り組みを行っています。7月2日より8月中旬までの予定で、東京メトロ全車両に抗ウイルス、抗菌処置が行われています。手すり、吊り手、シートなど車内全般に抗ウイルス、抗菌効果のあるコーティング剤を噴霧します。新型コロナウイルスについての効果は確認されていませんが、インフルエンザウイルスに効果がある検証結果が得られているので、新型コロナウイルスについても効果を期待して実施しています。処置が完了した車両には、抗ウイルス、抗菌処置済みステッカーを車内に掲示しています。